皆さんこんにちは、松原ともみです。今日の動画はボタン工業の運針についてのリクエストをいただきましたので、そちらについて取り上げていきたいと思います。動画にしようと思っていろいろ考えてたんですけども、これは結構難しいなというのが正直なところありまして、というのはまあいろんなパターン、まあ無限に近いぐらいあるんですよね、指の使い方というのは。ですのでそれを全て解説するというのは非常に難しいので、今日は私はこう考えて作っている、私だったらこうするというふうに、私のパターンを皆さんにご紹介していきたいと思います。まあ、考え方をお伝えできたらいいかなと思うので、その考え方から皆さんご自身で応用して使っていただけると嬉しく思います。では早速始めていきたいと思います。今日はメモ書きを用意しましたので、そちらを見ながら進めていきます。では今から私が運指をつけるときに気をつけていることを順番に紹介していきたいと思います。まあ、あくまでもこれは私が今まで習ったこととか、経験上こっちの方がいいかなと思ったことで、きっとまだまだたくさん工夫できる余地があると思うので、皆さんもぜひご自身で工夫しながら、これ以外の方法もあると思って探ってみてください。私がまず一番先にすることですね、楽譜を開いて、じゃあこれに、適切な指を当てはめていこうと思った時にすることが、一つ目、旋律の動きから逆算するということです。で、この逆算するというのがすごく大事な言葉になります。出てきた音から順番に指を当てはめていってしまうと、あ、足りなかったとか、なんだかすごく使いにくい、指を使わなきゃいけなくなっちゃったり、そういうことが起きますので、逆算ですね。で、この逆算するためにこの旋律の動きを知る必要があります。で、旋律の動きっていうのは、例えば上行形、下行形、上がって下がったり、下がって上がったり、こういろいろ本当にたくさんあります。上行形、例えばドレミファソって上がる場合で、下行形はその反対ですね、ドシラソファ、上がって下がるっていうのは、ドレミファミレとか、そういうのを、旋律の動きというふうに、言っています。で、今からつけようと思っているところ、一区切りあると思うんですけれども、そのある一つの音の流れが一体どういう形なのか、上がって下がるのか、上がりっぱなしなのか、そういうのをまず見てください。で、次に二つ目のポイントが、動作は少ない方がいい。で、指はまんべんなく使うってことですね。で、この指はまんべんなく使うっていうのは、私が最初にボタン式に変えた時に教えていただいたマックス・ボネ先生から教えてもらったことなんですけども、指をまんべんなく使えば動作は少なくなるんですが、この動作っていう言葉はちょっと分かりにくいので、私がどういう意味で使ってるか説明すると、一つの手の中で親指から小指まで、それが、例えばドレミファソを弾くときに、ドレミファソっていうふうに弾きますね。これは一つの動作です。で、例えばこれをドレミのとこで親指に変えてミファソと弾いた場合に、
これは私2つ、動作は2つというふうに考えています。わかりますかね。そしたら、で、この動作は少ない方がいい。ここにドレミファソファミレドという音符を書いてますけども、これ私だったらもうこの指、5本の指でこと足りるので、ドレミファソファミレドというふうに弾きます。ところが例えばちょっとこの指使いにくい、薬指と小指が使いにくいなと思っている方はちょっとこういうふうな運指をつけがちなんですね。ドレで親指と人差し指で、ミでもう一回親指が来て、ミファソファミと弾いて、でまたレード。ピアノ式弾いてる方なんかもひょっとしたら親指をすごく多用するかもしれないです。私もそうだったので、決してそれは悪いことではないんですが、こうすると動作が3つになりますね。まんべんなく使えば一つで済むのに三つに分かれてしまう。で、この時、例えば、こことここの間、こことここの間、親指が登場するところですね。ここだと親指がこっちにくぐらせる感じになる。で、こっちは人差し指がこう越えていく、親指を越えていくような箇所になる。で、こういうところが意外とネックになってスムーズに動かない原因になってたりすることがあります。難しいのは弾いてる本人はこれやりやすいと感じると思うんですね。そのあたりがね、難しいところですけども、特に親指をくぐらせるとか、他の指が親指を越えていくという動作は少ない方がいいです。で、これはなぜかというと、この3つ目につながるんですけども、特にこの親指に関してですね、動作から動作への動線は短く。これどういうことかっていうと、ここで説明しますね。例えば、動作、一つ目の動作から二つ目の動作へ移る時の、ここからここへ移る時の動線の話をしています。で、この動作から動作へ移る時の動線が長くなりやすいのが親指です。というのは、親指って他の指より短いんですね。で、またついてる向きも違います。親指は他の指に対して向き合ってる形になるので、他の指と少し違う存在だと思っておいてください。で、短い親指を移動させるので、この動く距離がちょっと長くなるんですね。例えば、今のこのドレミで説明すると、わかるかな、ドレミ、ここに指をこうドレと置いて、次ミ、ここに行くんですよね。これだけ動かなきゃいけなくなります。で、中指だったらもうそこにあるので、そんなどっかから移動するっていうことはないので、この動線はできるだけ短く。で、その時にそれぞれの指の長さに注目して使ってみてください。今は中指がちょうどいいところにあるので中指使いましたけど、中指はまあ一番長いですね。で、この長さが邪魔になる時もあるので、親指だけじゃなくてこの長い指の長さにもちょっと注目して作ってみるといいと思います。そして4つ目が
同じ音形はできるだけ同じ分子というのがあります。これはですね、一番のメリットは形が分かってれば、まあ、動きの形ですね、指を置く形、それが分かってれば、まあ、深く考えずに弾けるというのがありますね。この形を弾くって決めたら次でも同じ形を弾けばいいので、まあ、なんかコピーしていく感じ、そういうふうに考えて弾けるので早く動きやすいし、指も覚えやすくなります。では私の運指を紹介しつつ具体例をお見せしていきたいと思います。今日はもう単純に波長長のスケールを使って説明します。ドレミファソラシドを弾くときに私だったらどういう指を使うかっていうと、一番まあオーソドックスというか一番私が使うのはこの運指になります。この丸印っていうのは4列目ですね。4列目のラを使う。ファーまで一つの動作で済ませたら、ファーまで一つの動作で済ませたら、ここで次の動作に移ってソーラーシと弾く。で、最後のドは、この後さらに上に行くか、ここで終わるかによって、4の指だったり親指に変えたり、4の指も4列目使う場合もあります。ここはいろいろその後続く流れによって変わります。で、私がこれをよく使うのは、まあ最初に習ったというのも大きいんですけども、この4までの動き、こことここですね、これがよく似た形で弾けるというか、まあ一緒ですね、一緒の形で弾けるんですね。これを使って説明しますね。この運指のいいところは指の形が全く同じなんです。ここまでの指の形とここの指の形が全く一緒です。この図を使うと、これは列の番号ですね。1列目、一番外側から4列目まで。で、最初のドレミファのところが、ドレミファ。こういう形になります。ね。で、次、ソラシド。ソラシドっていうのは、ソラシドでまた、これも全く同じ、こういう形で指を置けば、取れるので、ポジションがここからこっちに移りますけど、指の形としては全く一緒ということになります。なのでこれは私よく使います。今度は4列目使わない運指もありますね。B の運指、大きく違うのがこのファとソ、ファソラかな、ファソラの運指が、A の運指とは大きく違います。で、特にボタン式独特の指使いっていうのが、この3の指から2とか4から3、これピアノ式だとまずこういうのあまり出ないので、これはボタン独特かもしれないですね。
で、こういう動きちょっとできるようになっておくといろんな場面で使いやすくなるので、ぜひちょっとこれは意識的に使ってみるといい運指になると思います。で、 A と B も別に優劣はなくてですね、私は、ケースバイケースで使い分けてます。どういう場面かというと、 A の運指っていうのはこれ動きとしてはこのままどんどん上に上がっていくのに適した動きなんですね。ここから順番にドレミファソラシドって上がって、まあこっち使ってもいいですけど、ここでフソのところで完全に手のポジションをドのところからソにこう移すので、このままどんどんこっちの方向に進みやすい運指になります。で、B の方は、ドレミファソラシって、まあシまで弾かなくてもラで止まってもいいんですけど、ドレミファソラまで行った後、例えば下に音域が下がるとか、そういう時にこっちを使います。というのは、例えばラまで弾いてこの後音が下がる場合を考えてみた時に、 A の運指を使ってしまうとここでごそっとポジションが変わってますよね。で、ごそっとポジションが変わったのに、ここでこう変わったのにまたこっちに降りるってなると、とてもこう遠回りというか親指がここに来ちゃってるので、またこう大きく指をね、くぐらせたり越えていかせたりしなきゃいけなくなるので、ちょっと効率が悪い。なので、ラまで行って例えば降りる場合は、親指をここで変えないで、親指以外の指で弾いて、そしたらまたすぐこっちに戻りやすいっていうことがあります。なので、全く同じ旋律を弾くときでも、この後どうなるかっていうのがとても大事で、そういうことをちょっと頭に入れながら選んでいくといいと思います。